千住博史、千住博史、千獣広史、1958年1月7日台は日本画家、東京と生まれ。日本画の存在やその技法を世界に認知させ、真の国際性を持った芸術領域にすべく絵画制作にとどまらず、公演や著述など幅広い活動を行っている。自然の側に身を置くという発想法を日本文化の根幹と捉え、 自身の制作活動の指針としている。代表作のウォーターホールは1995年、ベネツィア・ビエンナールで名誉賞を受賞。1997年により、大徳自受講員の襖すま制作に取り掛かり、2002年の伊藤別院完成に引き続き、2013年に京都本院の襖ま絵が完成した。2018年、 高野山新言集総本山混合法寺の大修殿、に部屋の襖絵が完成。それを受けて、富山県美術館を皮切りに、国内の巡回展が開催される。弟は作曲家の千住明、妹はバイオリニストの千住真理子。父は工学博士の千住静を、母は教育評論家で、エッセイストの千住文子。2007年より2013年3月まで、 京都造形芸術大学学長を務めたニューヨーク在住。絵を描く行為の起源を旧石器時代の洞窟壁画まで遡り考え、当時人々は超自然的な存在と更新するために暗い洞窟の中で絵を描いたと考えている。本来洞窟内部の暗闇の中で宗教的な目的から描かれた絵が次第に明るい方へと場所を移した結果、人々に見られるタブロー。 絵画画作品とと、ししててののの意識が芽生えたのではないいかか家の視点から考察している。日本の芸術における最良のエッセンスの多くは、両館、松尾芭蕉、吉村幸、藤原定家などの歯科の世界に見出されると論じる、日本の芸術論、安田昭夫著、草原者から多くを学んだと語っている。代表作の、滝はそれ自体が絵の具を流しての、滝なのであり。 滝の描写ではない。ここに、絵画のイリュージョンから抜け出せなかった歴史からの展開を、試みている都市、また、テーマと技法と手段が完全に一致した実証と、述べている。中小絵画について、自分の場合どこそこの滝、という名所旧跡を描いているわけではなく、滝なる概念、上から下に、水が流れるというシステムを、画面の上に出現させるのが、 自分の作品だと語っていい。21世紀は9.11から始まったと考えている。20世紀後半、ショックやセンセーションをテーマにした現代美術がニューヨークやロンドンを席巻していたが、9.11、テロの事件後、世界の価値観が一変したことを感じたと語っている。画家は常にインスピレーションが来る、危険に満ちていると語っている。二千九年まで、 名前の広しの右上の点は取っていた。理由として若い頃、自分の実力は点が一つ足りないくらいがちょうどと心得て、人一,一倍頑張ろうと思って、あえて点を取っていたとしている。しかし50歳を過ぎて、京都造形芸術大学の学長に推挙され、点が一つ足りない先生では、学生も困るだろうし、そろそろ良いかなと思って、普通の字に戻したとしている。 草原画は人類史上の頂点を極めた。比類ないレベルの絵画と大北にある国立高宮博物院を30年近くぶりに訪れた際に語っている。1958年1月7日、東京都杉並区泉町で工学博士の千住静夫とエッセイストの千住ふみ子の長男として生まれる。当時、父が 学位論文を書き終えた時だったので、博士の広氏を取って名付けられた。三四歳の頃から、家中の壁や襖をキャンバスにして、絵を描いていた。幼稚園の頃はピアノを習い、また、小学校受験勉強として、塾で絵の勉強を始める。1964年、慶応義塾幼稚舎、小学校に入学。六歳頃から兄弟三人でバイオリンを習い始める。 美術部に所属し、運動会のかけっこを描いた絵が、学校代表で展覧会に出品される。父の仕事の関係で、4年生の時に6ヶ月間、アメリカに家族で滞在する。車でアメリカ大陸を横断し、ヨセミテ国立公園、グランドキャニオン、ニューヨークシティ、ナイアガラの滝などを旅する。帰国後、横浜郊外に引っ越す。 1970年、慶応義塾普通部、中学に進学。美術部、水泳部などに所属する。絵は好きだったが、当時は画家や漫画家になるつもりはなく、その気持ちは高校に進学してからも変わらなかった。慶応義塾高等学校時代のある日、所属していた美術部の部室に先輩が持ち込んだデザイン雑誌を目にし、長井和正、田中和光など、 日本初のグラフィックデザインに衝撃を受ける。同時期、建築の世界にも興味を持ち始め、美術系の大学へ進学することを決意する。高校2年生の秋、美術の担任だった毛利武彦の勧めで、日本画のグループ展に行き、岩絵の具と出会う。岩絵の具を使って絵を描きたいという強い思いから、日本画専攻の予備校に通い始める。 二年の浪人生活を経て、1978年に、東京芸術大学美術学部絵画家、日本が専攻に入学する。学部在学中の約四年間、鎌倉の美術予備校湘南美術学院にて教鞭を取る。1982年、東京芸術大学美術学部絵画家日本が専攻卒業。学部の卒業政策は、戦術によれば、大いなる失敗。 描きすぎて、本当につまらなくなってしまいました。でも、それで初めて、筆を置く時を知ったのですと語る。東京芸術大学大学院へと進み、1984年に、終始家庭終了作品、会期の街が、主席で大学の買い上げとなり、どんな苦労をしても、画家としてやっていこうと心に誓う。同大学院博士課程へと進み、冷えた一歩に支持する。 博士家庭修了作品は東京大学買い上げとなる。卒業と共に作品を精力的に発表し始める。この時期、筆一本で生活できるようになるまで、川わ塾で予備校の講師をしていた。大学卒業後の1980年代後半は、主として風景をモチーフにして絵を描く。東京育ちのため、新潟の山並みに全部違う木が生えていたのを見て、 はじめは植えられたのだと思った。しかし人から自然に生えているということを教わり、本当に驚いた。必然的にそこでビルのテーマが終わり、風景へと向かうようになりました。と語っている。1993年に発表したフラットウォーターに至る経緯として、大学を卒業後ビルじゃない何かを描かなければいけないと思いながらも、しかし、それが何なのかわからない。 焦りを感じつつ、そんな状態が約10年ぐらい続いていました。奈良の古寺からパプアニューギニアまで本当に手当たり次第何でも描きました。その中で最終的にハワイのキラウエア火山の溶岩が海に流れ込むフラットウォーターへいたり、さらに滝に出会った。そこで時間表現という私のテーマが整理整頓されたと語っている。 フラットウォーターを発表した1993年6月、ニューヨークのマックスウェル・デビットソン・ギャラリーでの古典が、好評白紙、ニューヨークの美術史ギャラリーガイドの表紙を飾る。1995年のベネツィア・ビエンナーレに、出品した、滝は縦3.4メートル、横14メートルの大作で、題名は、ザ・ホールだった。滝の意味ならば、ザ・ホールズとなる。 ザホールというのは、アダムとイブが楽園を追放されたという、墜落の意味だと語っている。日本館は、熊健吾の会場設計のもと、館内全域に水を張り、すべての作品が水面に反射するという会場構成だった。床に水を張る工事を受け負った、現地作業員の仕事が、ガスバーナーなどを作品のすぐそばで使用するにもかかわらず、かなり大雑把だったため、 作業員の不注意によって溶けたコールタールが滝の絵に付着した。その場にいた戦時は画面に付着したコールタールをとっさに左の素手で取り払って大やけどを負い救急病院で治療を受ける事態となった。幸いにも利き手の右手が無傷だったため無事修復作業を終え初日を迎えることができた。6月10日の授賞式では手に白包帯の姿で名誉賞の金色の盾を 受け取っている。1997年、大徳寺受講院別院全部住まいの制作を、大徳寺受講院から依頼される。どんなに時間がかかってもいいから、と30代のまだ若い作家に依頼する、受講院の姿勢に恐れ入ったと語っている。また、自分を推薦した、松井力に大変感謝しているという。2003年、 大徳寺受公院別院のために描いたふすま絵が大徳寺受公院のふすま絵展として東京国立博物館で日本で公開された。制作の様子は NHK テレビで77面の宇宙として放映された。制作を通して自分の限界をたびたび思い知らされたがこれに打ち勝つ方法は自分の過信を正し本当の実力がいかんほどかを認め 正面からこれに立ち向かうことだったと語っている。2003年、六本木のグランドハイアット東京の三階ホワイエに、幅25メートルの白黒の滝の作品を完成させる。オーナーである森ビルの森実社長、当時に好きにしなさいと言われ、それではと言って本当に好きに制作させてもらった作品だと語っている。会場構成は、インテリアデザイナーの杉本隆 2003年秋、ニューヨークメトロポリタン美術館の主任研究員を務めている小川森博から1954年に戦後の日米友好関係の再構築を願う官民挙げての努力により日本からアメリカへの贈り物としてニューヨーク近代美術館モマの中庭に建造展示された小風荘という日本建築の襖絵の制作を依頼される小風荘は 設計が吉村純造第11代伊藤平才門により施行された書院作りの純日本建築。昭風荘はモマの中庭で1954年から2年間で25万人が見学するほどの好評を博した後、フィラデルフィアのフェアモントパークに移転された。1976年、米国生誕200年祭を機にフィラデルフィア市からの依頼に応じ、昭風荘は 日本からの基金によって修復工事が行われた。千住は二十面に及ぶ全作品とその著作権を寄贈することを小川に伝え、ふすまいの制作を引き受ける。2004年、東京国際空港第二ターミナルの到着ロビーに幅十四メートルの朝の湖畔空港ショッピングモールの天井に畳六十畳の天井が 空港エスカレーターホールの上には縦6メートル、横18メートルの和紙を用いた立体作品を制作する。建築家、シーザー・アッペリの信頼と、日本空港ビルゲングの門脇邦彦,彦社長、当時のバックアップの下、満足のいく仕事ができたと語っている。この空港ターミナルのアートワークの仕事を依頼されたのは、ちょうど大徳寺受講院別院のふすまいを終えたばかりの頃で、 休む間もなくこの仕事に取り掛かることになったが、むしろそれで良かったと語っている。2007年、小風孫のふすま絵が完成する。これにちなみ、フィラデルフィア市が2007年4月27日を、広瀬選樹でーと制定し、毎年フィラデルフィアでこの記念日の近辺に講演会が開催される。同年、京都造形芸術大学学長に就任する。 2013年3月まで3期6年務める。2009年、ベネッセアートサイト直島の家プロジェクトに参加、全長15メートルの空の庭という崖の作品を完成させる。崖の背景にはあえて銀を使用した。それは銀が経年変化で黒変していくためで、時間が作品を少しずつ変えていき、去年見た作品と、 今年見る作品では別の作品になっていくという無情感を視覚したものであると語っている。銀の使用については、小形光林の暮れない白梅図屏風からヒントを得たと語っている。2010年、APEC Japan 2010の会場構成を担当し、各国首脳が自分の絵の前で首脳会議を開き、その映像が広く世界に流れた。当時内閣総理大臣だった。 アンナオトが晩餐会のスピーチで全世界の首脳に自分を紹介してくれたことは生涯忘れられない名誉なことだったと語っている。同年、東京国際空港国際線ターミナルのアートディレクションの一環としてターシュラインと題する全長18メートルの滝の作品を制作する。作品は国際線の刑務駅入国審査前の壁面に設置されている。 清く美しい水のイメージを通して日本を世界に伝えていこうとするものと考えている。2011年、軽井沢千住博美術館がオープンする。設計は西沢達江。それまでの閉鎖的なイメージがあった美術館を全面ガラス張りという可能な限りオープンな空間にし、原則的に人工照明がないのが特徴である。外部の植林との調和を目指し、 森の中を歩いていたらいつの間にかそこは美術館だったという風になるのが理想だと語っている。同年、三岡英治と共にアートディレクションを担当した JR 博多駅がオープンする。公募により集まった3万点に上る一般市民が描いた早い花、鳥の作品を千住が描く木の枝で一つにまとめ、当藩のタイルに焼き付けるという巨大なアートプロジェクトである。 2013年、大徳寺寺公園に新しく増築された大書院等に、襖28面と床の間2箇所にわたる小壁画を完成する。完成まで20年の月日を費やした。1979年に、モナリザがルーブル美術館から貸し出されて、日本で公開された際、モナリザと引き換えにルーブルにわたった、カノエイトクの国宝、カチョウズは、 どこからどう見ても完璧に近く、千時は自分が依頼された大書院の襖絵が廊下一本隔てただけで、かの英徳の国宝作品と接することの重圧に長い間苦しんできたと語っている。現在、京都造形芸術大学教授、道府属安明羅道美術館館長、2007年より2013年3月まで京都造形芸術大学学長を務めた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。